はい、皆様こんにちは。リトドゥンケルハイサでございます。ファイアーエムブレム劣化の剣実況をプレイ続けていきたいと思います。はい、前回は、分岐ありましたね。分岐で、ガイツさん仲間にして、で、まあ違う方だったらリンちゃん返事できたらワレスさんが仲間になったんですけれども、残念ながらこの流れでは仲間にできないということで、はい、このゲームはですね、一回で全部の仲間がっていうか、仲間にできるキャラクターが全部一気に仲間になるわけではないんですよね。分岐があって仲間にならないキャラクターもいるということで、はい。さあ、今回はなんか分断されてるんですよね、この3人組が。メイン舞台とはですよ。そこからちょっと合流する云々があるんで、賛成かい、お前ら。お、うわー、かわいい、キネビアちゃん、かわいい。いやー、それにしてもゼフィールさん。ゼフィールさんねー。封印の剣ではなんか面影が。やばいな。ねえ、こんなになー。こんなんだったんだなーっていう感じ。今のどこに嫌味要素があったんだよ。あ、バードックさん、キツネ買うの。いや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 、マードックさんも封印の剣出てきてるはずですね。いやー、なんだ、なんでこんな、なんでそんな恨むんだよ。持ってんのかい。それ戻ったらすぐ儀式とかならないの？おや、やだ、バレたー。うん、違うと思う、はは。かわいい。ひどい。持ってて、て、いや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 、ひどい、ひどいおっさんや。アジト探しですね。あ、ニニャンちゃんとニルス。うん、ごめん、もう遅いわ。え、ちょっと待って、ニニャンちゃん、この回出撃なしとかいうことにならん？あー、なに、やん。え、どういうこと？気配も予兆も感じない。なんで？
なんだ。ん？まあいいや。はい。はーい。という感じで、はい、刺激準備いたします。お待ちください。はい、お待たせいたしました。それでは始めましょう。輸送隊大丈夫。はい、やり直しでーす。いや、違います。誰かが倒れてたわけじゃないです。失敗したんです。位置をミスったんです。はい、入っちゃいけない区域で入っちゃったっていうミスを犯しましてね、本当にこの野郎。すいません。あ、しまった。またパントさんとリーズさんのこと忘れた。パントさんとルイーズさん加入するんですよね。で、天のと、噛んだ。天の刻印。ゲットです。エリュット様には使えません。エリュット様は、ある章で、自動的にクラスチェンジいたします。なので、使えるのは、ヘクトルさんとリンちゃんだけです。まあ、これはエリュット様編だからです。ヘクトルさん編だったら、逆で、ヘクトルさんとエリュット様の立場が逆になります。ヘクトル様は自動クラスチェンジ。エリュット様は天の刻印でクラスチェンジということになります。ただこれがクソ遅いんですよね。エリュット様もう18なのに。でだ。さっきね、このバイダさん。この人、戦い挑んじゃダメです。この人の範囲に入っちゃったんですよ、うっかり。完全に忘れてて、こいつをおびき出そうとしたらここに入っちゃって。はっは、バカ野郎。で、バイダさんとは戦ってはいけません。まあ、クソ強いですし、別に戦っても、あれなんですけど、倒してはダメです。倒してはいけません。今回の目的は11ターンのエリュット様の生存でございます。さあ、気を取り直していきましょう。はい、すいません。いや、もうマジうっかりだわー、もう。今度はやらかさない。多分。余裕だと思ったのにな。なんかやらかすよなー。はい。まあ、上がりもちょっといまいちだったんで、そういった意味でも、やり直してよかったと思うしかねえよ、もう。ここは、ピンちゃん。で、エリュット様。と、ヘクトルさん。え、ここは入ってない。そう、ここは入ってない。デオの装備でさらにちょっと効果、多分ヘクトルさんの方は早くクラスチェンジできるはずっていうかレベルがマックスになるはず。で、ルイズさんとパンダさんは強いので、もうほっといていいです。むしろ戦わせたら経験値がもったいないっていうぐらいなので。んで、ここのドラゴンナイトは、エルクにおびき寄せてもらおうか。うん。エルクの立ち位置が若干悪いけど。で、レイバーさん連れてきてます。一応英雄の証持ってます。ただなぁ、あんまり、使う機会がなさそうで。スケット。当たってくれ。うそーん。うそーん。レベッカちゃーん。いや、でもなんかこれ次も当たらなさそうだわ。やだやだ。ここ倒しとかないと面倒なんだよ。しまった。あー、ダメだ。こっちの方が悪いじゃねえか。つらい。でもなー、まあ、リニアンちゃんにも行かないでしょう。もうほんとしょうがない。フロリーナちゃんに左側行ってもらおう。山賊さんさえ倒せばいい。村に、左下に村あるんですけど、あそこに行くのは危ないので。で、これをケント君に倒してもらう。その槍でいい。おお。うん、ありがとう。そこまでしなくてもよかったけどね。んで、さっきの流れから言って、カナスさんにドラゴンナイトの攻撃が行くはずなので、ミールに装備しよう。さっきルナ装備して、あれってなったから。やりにいいかな。で、プリシラちゃんは一応ギークの隣にとこう。ここは
わよ。うえい。今の避け方だとちょっと当たってそうに見えるけどね。うん、当たらんかい。カノスさん、2回攻撃いける？さっきルナ装備してて必殺が出たんだけど。いけますね。カノスさん、導きの指輪持ってきてますんで、このマップで回復できるかはちょっと微妙ですけれども、できたらいいなぐらいで。レイバンさんはまだ17だからちょっと遠いだろうな。いいね。あと守備が欲しいかな。あれ、レイバンさんに来た。まあそっか。三すくみ的にはね、レイバンさんだよね。弱いしな。これは来るでしょう。おいー、お前さっきも当たったぞ。お前さっきも30何パーで当たったぞ。どういうこと？いや、つらいわー。そらまあそう来るよね。おお、今度は避けたー。さっきは当たったのにー。で、ヘクトルさんでアーマーナイトを落としてもらおう。さっきは魔法の方を倒してもらったけど、うん、こっちの方がいい。さっきマーニック、それは一回目指してよ。マーニカっていうちょっと無駄遣いしたんで。25当たるとか、なんか今日ダメな日なんだ、やっぱり。エリウッド様よりリンちゃんだな。エリウッド様はまだクラスチェンジできないから、いいね、ナイス必殺。そういう必殺はありです。リンちゃん18か。天の刻印な、もう一個がちょっと先だからな。よいしょ。出た。レイマンさん、ちょっと倒せないんだよな。ちょっと足りないんだよな。どっちかってと、鋼の指でいいや。その下の山賊さんの方が三すくみ的にはいいけど、まあ、当たるかどうかつか微妙。おいおい、まあ、いっか。とりあえず、こいつを倒してもらう。おいよい。さすがに 10% は避けてほしいよね。弓に当たらない位置だよね、ここ。大丈夫、大丈夫。んで、リー君に行ってもらうと。あと、ラス君。いや、ラス君は戻ろうか？さっきはラス君こっちに行ったんだけど、そのうちリンちゃんとなかなかくっつかない。だよなということで、こっちまだこいつは降りてこないから、トリシラちゃんはまあ、ギー君とくっついていたいけれども、なかなか難しいな。はい、ったで、ケント君はこっち行こう。テイン君はちょっとこの辺で、ちょっと待って、この辺で山賊さんを相手にしよう。で、だな。困ったな。エルクにやってもらおうか。レイバンさんに無理にやってもらうことはないでしょう。当ててね。オッケー。怖いわー、もう。さっきからなんか命中率がいまいちだし。怖えよ、マジで。で、ライブと。で、とにかくバイダさんのところに入らないようにしつつ、って感じなんですね。これはリンちゃんに行ってもらおう、ラス君は。敵はそんなに多くないんで、で、増援出てきますけれども、まあ、結構後の方なんで、とりあえずこの辺いていいかな。うん。おい。2回で倒せますね。いけ。オッケー。
いいもん売ってるからできるだけ8、9ターンか。おいおい、なぜ当たるし。8、9ターンだからフロリーナちゃんに頑張ってもらおう。ね、支援はいい。そこの支援はいらん。フロリーナちゃんとヘクロさんの支援がな、結構大変だからあれだけど、ちょっとここではね、ターンの制限があるからね。これは待ち伏せでいい。なんかまた当たりそうで怖いけどな。こいつはほっといていいか。んで、プリシラちゃん回復しといて、念のため。まあ3だけど、3でもね、怖いことになることもありますから。ケント君突っ込む、ちょっとな、ここかな、きついな。ケント君はここにいて、とりあえずこいつ倒してもらって、ギー君一人で突撃しようか。あの森が面倒なんですね。よいしょ。ちょっと間接攻撃がないからちょっと残念なんですけど。で、この砦のところに入っちゃったらバイルさんが来たんですよね。困った困った。ならば来ないと。来ない場所で待ち伏せする。あ。いや、持ち物がいっぱいで、こいつルナ落とすから、別にいらないっちゃいらないんだけど。まあ、念のため。もう一回ちょっと手の刻印を一旦返してもらおう。セリンちゃんはラストルと合流。ほい。ほんで、パントさんとルイーズさんも正直、もう荷物持ちでいいぐらいな感じで。あ、荷物持ちといえば白の宝玉、売っ払いたい。白の宝玉1万で売れるんですよね。これは、いや、カナスさんがいいなぁ。カナスさん、いや、でも、ここ、大丈夫か。カナスさんがいい。カナスさんクラスチェンジしたいから。ちょっと左側で、みんなどうせ、ぐるーって回るはず。いや、でも、そっか。ドラゴンナイトがこの辺から出てくるんですよね。この辺から出てきてどう来るか、なんですよね。誰が、レイバーさんか。ほい。当たりそう。怖い。当たらなかったよかった。100% なんで、安全ですね。もう2回攻撃いけるでしょう。はい、ありがとうございます。で、これも返り撃ちできるはず。いけ、フロリーナちゃん。それは1回目欲しかった。はい、おー、レベルアップ。フロリーナちゃん、さっきレベルアップイバイチだったから。おー、いいねー。さっき魔棒だけがピローンみたいな感じだったから、それに比べたら全然。よっしゃ、来た。避けてくれるか？微妙だな。例えば、クラットルやないかい。いいね。無駄だったけどね。無駄必殺だったけどね。じゃあ、バイダさん、動いてきたりしないかな。来たー。おー、よかった。さっき当たったからな。信用できねえわ。